それでは次回8月25日火曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は正副議長を決まるマイナンバーブースの利用についてなどご覧の内容でお送りします。この後20分からは8月のハッピーバースデー、25分からはハルルクッキング、30分からの特集コーナーは生き生き健康情報を放送します。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。